前は2番ダノンレジェンド、3番コーリンベリー、2頭が並んでいます。2頭並んだまま4コーナーから直線、内をついては7番プラチナグロース、外から追ってくるのは10番のルックスザットキル、横に広がった争い、内からプラチナグロース伸びてくる、大外からは14番のドリームバレンチの、一気に今度はドリームバレンチの差し切る、内伸びる7番プラチナグロース、間懸命に3番コーリンベリー、今3番手2番手の一戦です。14番ドリームバレンチの先頭でゴールイン、勝ったのは14番ドリームバレンチの直線一気の差し切り、最後は2番手を突き放して悠々ゴールを駆け抜けました。鞍上岩田康成騎手、14番ドリームバレンチの東京杯をドリームバレンチので制しました岩田康成ジョッキーです。おめでとうございます。ありがとうございます。昨年の雪辱晴らすことができたんではないでしょうか。この馬も久しぶりの勝利で、馬自身もびっくりせんじゃないかなと思います。休養明けでしたけれども、今日の馬の状態、雰囲気というのはいかがでしたか。そうですね、状態的には、夏負けもせず、フレッシュな状態を、戻ってきて、返し馬も元気いっぱいでね、前回も、走れるんじゃないかなとは思いましたね。はい、今日はどういったレースをしようと思われてましたか。後方一気というか、自分のペースを守って、ペースも速くなるんでね、58も背負ってますし、この馬の力というか末脚というかね、去年もそういうレースをやってきたんで、それにはめて頑張るっていうか、馬に頑張ってもらおうかなと思いました。直線は外に持ち出してとなりましたけれども、直線の位置取りなどいかがでしたか。馬場はこういうベチャベチャだったんですけどね、昼中5レース6レースぐらい見てました。レースで見てたんですけど、外が伸びるっていうかね、ペースに惑わされなかったら、直線は伸びてくるっていうのが見れたんで、すごく勉強になりました。改めてですけれども、この馬の一番強いと感じる部分っていうのはどうでしょうか。そうですね、精神力というか、落ち着き、おじいちゃんなんでね、だけどおじいちゃんおじいちゃんで、それでも精一杯走ってくれるんで、それでこんだけのパフォーマンスを見せてくれるんでね、本当に頭下がりますね。では最後になりました、ファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、久しぶりの勝利、僕のことを忘れても、ドリームバレンチのことを忘れないでください。以上です。それでは加代忠調教師にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。第一声驚いたとおっしゃっていましたけれども、正直もうその一言です。あとは感想ないです。今日の馬の状態っていうのはいかがでしたか。いや、馬の状態はね、もう9歳だから、すごくよくっていうのはねないんですけど、ただやっぱり、今もう9歳で、もうローテーション的にもうこの前使った時点でもうここを目標に放牧出したんで、その充電期間でまたこう馬の方が若返ったというか、英気を蓄積して、いい状態で競馬ができたんじゃないかなということと、やっぱりこの降雨で結構今日人気してる馬が前行く競馬だったんで、だから岩田騎手にも今日絶対点が速くなるから、姉妹の足を生かすような乗り方してくれるように注文したら、必要こっちが想像する以上に馬の方が、騎手も、久しぶりに重賞勝ったって喜んでましたけど、騎手も調教師も舞い上がってました。そうなると最後の直線はどういったお気持ちでご覧になってました。ずっと外も来てたんで、なんでもうちょっとまっすぐ走らさないかなって言ったら、岩田に言ったら、あれは作戦だったっていうから、それは勝ったんだから、そうなのかなと思って、さすがだなとは褒めてましたけど、でも JBC スプリントに向けてもいい弾みになったんじゃないでしょうかね。
うん、まあこれでね反動はなきゃいいんですけど、まあキャリア の豊富なねレジェンドの馬ですから、まあこれを機にまたねまた大きいとこをね頑張って走ってくれたらなと期待してますけどね。私たちファンもそのレジェンドの走り期待していますけれども、次走の予定などはどうでしょうかね。まあ、今度はまあ、ね、専用にまあ川崎ですし、このまま左回りも結構いい成績が上げてるんで、まあいい結果が出たらなと、まあ騎手も調教師も、まあ、スタッフ一丸となって頑張って仕上げていきたいと思います。では最後にファンの皆さんにメッセージお願いします。まあ、今日は、ね、こういう、まあ、雨天でね、まあ、なんか昨日まではナイターで、また明日ナイターになるらしいですけど、まあ、結構多くね雨天にもかかわらず集まってくれて、すごくまたドリームバレンチも今後また JBC 向けてね一生懸命仕上げますんで、また応援よろしくお願いします。